大港空襲とは、太平洋戦争中に、青森県大港町が受けた、空襲のこと。戦中、大港警備府の置かれた大港は、数度にわたる空襲を受けたが、特に1945年8月9日から8月10日に、かけての空襲で大日本帝国海軍の艦艇が、かなりの損害を受けた。下北駅で停車中の上り列車に銃撃。機関士1名が殉職。 国鉄大畑船運転中の列車に銃撃。天井指導中の大港機関駆除役が殉職。大破格座した、不設艦、常磐大港湾には、日本海軍の大港警備府があり、終戦直前のこの時期にも、常磐を機関とする、機雷不設艦部隊の、高久佐島る、千歳丸や海軍特設運送艦、浮島丸が停泊していた。また、足崎湾にも、 損傷中の駆逐艦、柳などが停泊しており、総数20隻にもなっていた。8月9日から10日にかけて、アメリカ海軍第3艦隊の第38任務部隊などの空母搭載機が北日本一帯を空襲した。9日、早朝6時に大港町にも空襲警報発令。数時間後には2回目の空襲警報が発令され、大港湾に、 アメリカ軍の空母艦載機が襲来した。停泊中の艦艇や陸上砲台から応戦したが、常磐、柳が大破した。常磐は、浸水が激しく、足先湾に角座して、かろうじて沈没を免れた。死者129名、負傷者は300名以上だった。常磐以下の布設部隊は、北海道方面にて布設する予定の機雷多数を、 搭載していたが、誘爆した場合には、大港の町に、甚大な被害を及ぼすと判断し、空襲警報発令後に、すべての機雷を海中へ投棄した。そのため、誘爆による、市街地への被害は避けられた。なお、日本海軍最後の海戦と呼ばれることもあるが、8月11日に、クレ軍港空襲で、駆逐艦、カバや、潜水艦イ402他が損傷するなど、 この後も日本海軍艦艇が関係した戦闘は発生している。A.B. クレスマン、ロバート、The Official Chronology of the U.S. Navy in World War II、アナプリス MD、ネーバルインスティチュートプレス、1999。ありがとうございます。